ジェシー・ローガン・イングリッシュはアメリカ合衆国カリフォルニア州オーシャンサイド出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2002年の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツからドラフト6巡目指名され入団。2009年9月10日にウェーバーでワシントン・ナショナルズへ移籍した。2010年は開幕をメジャーで迎え4月5日のフィラデルフィア・フィリーズとの 開幕戦でメジャーデビューを果たした。2011年3月24日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。6月3日にフリーエージェントとなった。2011年8月にアメリカンアソシエーションのセントポール・セインツと契約を結んだ。ここでは11試合に登板した。2012年はアトランティックリーグのブリッジ・ポート・ブルーフィッシュと契約を結んだ。 この年は42試合に登板した。オフに対談した。2013年はメキシュカンリーグのレイノサブロンコスと契約を結んだ。ここでは25試合に登板した。2013年6月4日に中華職業棒玉大連盟の議題、ライノズと契約を結んだ。しかし、2試合に登板したのみで同月26日に FA となった。 2013年7月15日にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュに復帰した。ここでは23試合に出場した。2014年はアメリカガソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約を結んだ。ここでは7試合に登板した。シーズン途中に退団した。2014年のシーズン途中にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュに復帰した。ここでは 17試合に登板した。ありがとうございます。